ようやく国内候補としてユネスコに推薦される見通しとなった佐渡の金山。400年以上にわたって採掘が続けられ、江戸時代には世界有数の産出量を誇る金銀山として幕府の財政を支えました。当時の鉱山技術も含め世界に誇る遺産だとして県と佐渡市が世界文化遺産登録を目指してきましたが、ここに至るまでには長い道のりがありました。審議の結果、神宿る島、宗像沖ノ島と関連資産群を審議の結果、長崎の教会群とキリスト教関連資産を2015年、2016年と2年連続で国内候補から落選。さらに県の方から正式に電話ありまして、はい、大阪に来ます。はい、すみません、大阪になっちゃいました。あ、選ばれず。あれ、あらまあ、残念。あら、なぜ。嘘。佐渡の金山はその後も2018年にかけて4回連続で落選。それでも地元では金銀20箱佐渡奉行所より江戸城まで送り届けること受けたまわりました。かつて江戸へ金銀を運んだお金にの道を当時の様子を再現して歩く取り組みや、世界遺産登録に向けた応援ソングの制作。徐々に、まあ、峠まで掘ってたもんだから、その後、まあ、もっと山行ってみようというので金山を見つけたんじゃないかなと思われます。佐渡の金山の歴史を伝えるツアーの開催や美化活動など、世界遺産の登録に向け官民挙げてさまざまな取り組みが行われてきました。今年こそ世界遺産、今年こそ佐渡金山が世界遺産になってほしい。新型コロナウイルスの影響などで審査が遅れ、4回目の落選からおよそ3年半、ようやく待ち望んだ吉報が届きます。